ああ、喉痛い。やばい。さあ、じゃあ行きましょうか、このまま。モルボルちゃん。ケメン。ケモンモルボル。さあ、沼から出てくんだろ。赤い。キャロット。キャロット B。お、なんか口が縦に開くタイプ。一緒か。でもなんか普段のモルボルよりちょっとだけルックスがかっこいい。波のやつらとは違うよ。レベル35。さあ、まあモルボルは後ろに回って攻撃っていうのがね、常設。あと沼から足いっぱい出してくるやつはちょっと距離取って逃げた方がいいね。暴れまくり。あとそれと臭い息か。フェイズシフトでね、移動しながらがいいんやけど、結構動きは遅いかな。いや、でもまだまだこれからだからね。HP 削っていくとなんか攻撃パターンは変わってくると思うし。テイクダウンを取りに行った方が、あ、ウィールゲージ、なかなか削れない。魔法耐性がある。まあ、単純に強いかやな。メガフレア、メガフレア。メガフレアでちょっとウィルゲージ削れるかやってみようか。さあ、おー。なんか足を沼に突き刺して、その、押し込んだ瞬間に、地面から足が突き出してくる。臭い息。これ避けれるか。これ失敗しないように。さあ、挑発。タイミングよく避けて、全部避けたらメガフレア。よし、メガフレア。これでウィルゲージちょっと削りながら、レベル4メガフレア食らいやがれ。やばい、食らってる食らってる、ほら。さあ、あとちょっとでテイクダウン取れるかな。このままランジで、ランジでカウンター。なかなか倒れないこいつ。やばい、なんか暴れまくっとる。これランジでテイクダウン。よし、ここで押していく。ギガフレー食らいやがれ。口の中に当ててやれ、口の中に。そうそこがいい、そこがいいの。いけ。いやー、デビッドブレイク。もったいないけど、HP をちょっと。ワインドアップ、これやがれ、強烈。それでも HP が、あ、HP だいぶ削ったね。60% ぐらいは削ってる。あ、潜った。潜ったぞ。じゃあ、リミットブレイク解除。サンセーブ。あかんて、そんなサンセーブしたら、お前。環境を汚すんじゃないよ。また潜った。どんだけ深いんやこれ。危ない。メガフレアで避けようか。え、疲れてんのお前。なんやねんそれ。疲れてんのかお前。やめとけや、疲れるんやったら。挑発、臭い息。うおー、臭い息。爆裂、臭い息早い。暴れまくり、暴れてこい。避けてやる。食らった。食らった。暴れるくん、やばい。あ、でもあなた疲れよんな。塩食った。レベル3。もう出そう。疲れとるから今。もうでも、あと 40% ぐらい。ギガフレア食らいやがれ。後頭部や。その刈り上げ部分に。イカズチ落としてやれ。もう一丁。転生の方の。これで、最後ワインドアップで。いけるかな？テイクダウン。
最後ワインドアップで決めるって、いやー届かへんかった、いや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 、じゃあこれでいく、これで決めれるか、よしアビリティフィニッシュ17000、最後まあまあしょうがないか、まあ大したことないね、やっぱランク B だから、 S とかだとちょっとかなりきついけど、あモルボルの気根、あでもモルボルの花ここでもらいましたね、はいはいはい、これでブラックソーンのところでまたアイテム作れますね。これが気根だな、隠れ家へ持ち帰ろう。それにしても確かに強靭なモルボルだった。うん、何モルボルいたりいなかったりモルボルいたりいなかったりしたぞ今、あれもういない、モルボルがいない、消えた、完全消滅。さあでもまあ全然大したことはないね。まあここはでも一回来たことあるから宝箱とかはもうないと思うけどさあじゃあじゃあ、戻ったらいいか、一旦戻る前にこっちのリスキーモブを倒しに行こうか、ロストウィングじゃないわ、巨人の大釜、巨人の顎、ダリミル宿場、ダリミル宿場の方から行こうか、あ違うか、あ隣だったっけ、隣行けたっけ、あれオベリスクあったかな、ドラボス、あここはあれか、カジシとブラックソンの兄弟でしたね、巨人の大釜ここやな、でコラボ牧地、何がいるってチョコボか、この辺かな、ここかここか、うん、まあまあこの辺りや、まあこっからこっから行くか、野党は追っ払ったか、間違いない。